はい、ワルツ。あ、これやんでないワルツだね。チャンチャララランチャンチャンチャララチャンチャンチャンチャララチャンチャララチャンチャンチャンコウモリみたいな。あー、コウモリ。あるじゃん、機械、うん、なんだっけ、あの、あれコンクールでよく取り上げる作曲家誰だっけ。出てこない、忘れた忘れた。高貴な感じするよね。うん、皆さんこんにちは、グリーンレイサクソフォンカルテットです。今の高貴さだと思ってトリオシリーズ第2弾第5楽章のワルツでございます。ワルツね、優雅なね、はい、高貴なワルツですね。これ結構なんか格式高い感じする、うん、最初にふわふわのドレス着て、そう長い階段の上からこう、うんうん、降りてくる感じがする。テーマに入る前のところとか、うん、あ、うん、なんとか姫のおなーりーみたいなそう、白馬の王子様いそうな感じがする。すごい、そうね、かわいい、ディズニーっぽい、ディズニーっぽい、うんうん、すごくロマンチックな感じする、うんうん、明るいし、王子様がいてハッピーエンドしか見えないみたいな。あ、そうずっとなんかこう、ね、ふわふわなハッピーな感じが続く。そうワルツ、ハッピーエンドで締まる感あるね、うんうんうん、ワルツだけど 1,2,3 じゃなくてもう大きい 1,2,3 ってなんか大きい円みたいなイメージ、うん、で吹いてました。私 1,2,3,1,2,3 って思ってると、うん、重くなる、重く、うん、重くなる、もう硬くもなるし、うん、三角形をで思っちゃうと 1,2,3 って思っちゃうのが丸って感じ。うん、くるくるそのドレスの裾を翻して踊ってるようなイメージで吹きました、うんうんうん、吹きました。はい、アミューズメントパークの、ね、うん、曲三重奏の曲も、まあ、やってて、そっちにもワルツがあるんですけど、まあ、それとはまた全然違う雰囲気の、うんうん、確かにね、そっちはちょっと病んでるから、ね、うん、そうインドこっちは明るい方、うん、向こうはもっとなんかこう心に闇を飾られてる感じのやつなんで、それもなんか、まあ、動画が出たら聴き比べて見てると面白いかなと思います。はい、はい、それではワルツをお届けします。どうぞ。Thank you.